はい、おかげさまでですね、Google マップのローカルガイド、レベル9の認定になりました。ここまでで5万ポイントを獲得したわけですけども、まあ、このね、レベル9のローカルガイドというと、もうあとはね、レベル10までしかないですからね。まあ、この Google マップの立役者の中でも、最上位ということになります。はい、おかげさまで、こんな感じですよね。ローカルガイドレベル9、まあ、これによってねかなり高いアクセスが見込めるわけなんですよ。それもそうだし、その Google マップをね作ることに貢献してるっていう喜びもありますね。で、 Google の本社からは毎年のように、招待を受けてるんですけども、なかなか行けなくって、まだお邪魔するには至ってませんが、日本全国まだまだ投稿できてない写真がいっぱいありますんでね、これから整理しながらもっともっとやっていこうかと思います。特にこう東京葛飾柴又とかね、この辺りとかもまだ全然できてませんし、東京タワーね、例えば東京タワーの時にここですね、プリンスパワータク東京、ここの口コミも書いてるんですよ。あ、ここありますね、私の口コミ。まあこういう風にね、写真もかなり入れてますからね。こういうふうにね、旅先の写真がねそのまんま Google マップの、なんかこう恩恵じゃないや、恩返しですね、恩返しになったりとかね。いやー、すごい。この Google マップの出会いも結構ありますから、口コミを見てくださる方とか、まあ、2000万回以上見られてますからね、私の。これが最もアクセスが高いですね。感慨深い。ということでございます。あんまり長くベルベル喋ってもしょうがないんで、今回はローカルガイドの9になったってことだけお知らせしておきます。得点いっぱいでございます。